覚えなきゃいけないの？いや、覚える必要は全くないんです。この本から推測ができるんです。じゃじゃーん、ノーアンティークノーライフ。皆さんこんにちは。今日はシルバーの鑑定のお話をしたいと思います。シルバーの初心者のための鑑定の方法はホールマークというマークを使って鑑定していくんです。多分ですね、アンティーク好きの方はほとんど知っていると思うんですけれども、これを最初に、シルバーを買った時とか、これから買おうという時には必ず覚えておいた方がいい情報ですので、ぜひこの動画ご覧になって、理解していただきたいと思います。まずシルバーというのはですね、2種類のものが存在します。純銀、スターリングシルバー、そしてもう一つがシルバープレートと呼ばれるメッキが存在するんです。スターリングシルバーの方はですね、もう、皆さんご存知のようにですね、純銀なんですけれども、このスターリングシルバーといって純銀というと、まあ、皆さん 100% の銀だと思われがちなんですけれども、そうではなくて、少しですね、別のメタルを入れて強度を増しているんです。925っていう言葉を聞いたことあるかもしれませんけれども、これはですね、線分率では表しているんですね。線分の925、そうすると925はシルバーだけれども、残りの部分は他の物質なんです。まあ、100分率いくと 92.5% はシルバーで 7.5% は他の物質です。なぜかというと、他の物質を入れることによって純銀の強度を保つんです。100% 出すと柔らかいですので強度が保てないので、いわばわざと混じり物を入れているということなんです。もう一つはシルバープレートですね、メッキです。このメッキはですね、もう本体自体がシルバーではありません。例えばニッケルシルバーとか他のステンレスとか使って、その上にですね、メッキをかけるんですね。マークとしては EPNS って書いてあったりすることがあります。エレクトリックプレーテッドニッケルシルバーっていうこの訳なんですけれども、これが書いてあったらもうすでにこれはメッキですね、シルバープレートのことになります。まあ、全てにこの刻印が貼ってるわけじゃないんですね。ただ、もしこの刻印が入ってたらもうシルバープレートですので、今回の話とは別物になりますね。今日はスターリングシルバーのお話です。さあ、早速鑑定の方法をご紹介しましょう。まずですね、ホールマークというマークがどこかに入っているはずなんです。例えばこのポットの鑑定、ケトルの鑑定、結構ねこれ鑑定するの大変そうだなと思うかもしれません。あるいはスプーンの鑑定、これ全部ですね、ホールマークというのを見つけなければいけないんです。さあ、私はこのスプーンの鑑定を今日はしてみたいと思います。これを基本にして今日お話を進めていきたいと思います。まず小さなホールマークが入っています。肉眼でも一応見えるんですけれども、しっかり中まで細かく見るためにはですね、例えば、虫眼鏡、拡大鏡、シャーロック・ホームズじゃないですけれども、そういう拡大鏡とかですね、ルーペで見たり、あるいはですね、今だったら皆さんお持ちのスマホで見ることができます。スマホのカメラでですね、このマークがあったって見つけたとこをパチッと撮っていただいて、ぐーっと拡大してください。今日これをですね、私のスマホで撮りました。それを拡大したのがこちらの図になります。結構はっきり見えてるでしょうね。ここにマークが今4つ映ってますよね。この4つはとても重要なマークですので、これを今日このスプーンを例としてですね、説明していきたいと思います。まず皆さん一番この中で大事なことがあるんです。皆さんが知りたい情報は、これは純銀スターリングシルバーなんですかっていうことですよね。これが分からなければ先に進む気なくなりますよね。ここはどこを見ればいいかというと、今左から 1,2,3 番目のライオンが横になったマークがあります。これが実はスターリングシルバーの証、スタンダードマークと言われているものです。このスタンダードマークっていうのが左向きのライオン、ライオンパサントっていうんですけれども、これが入っている時点で、あ、これが、純銀だな、これがスターリングシルバーだなということと思っていただいて大丈夫です。
ただですね、今ライオンはそうだなって言ってますけど、昔の時代だとですね、ブルタニアシルバーといってですね、時代によってはですね、まあ、女神のマークが使われてた場合があるんですね。これはですね、1697年から1720年まで使われていたんですけども、このマークがあった場合はですね、 95.84% ぐらいの純度が高いものだなと思ってください。でも通常は 92.5% の純銀ですので、そういうふうに理解してください。あ、今回見つけました。はい、スターリングシルバーって分かりました。で、次に見るところはですね、はい、向かって左から2番目。ここですと、怒りのマーク、船の怒りのマークが入ってますよね。あ、この怒りのマークを見つけたら、あ、これはバーミンガムだなって思っていただいていいんです。なんで分かるのって。これアセイオフィスっていう名前がついてるんです。アセイオフィスっていうのは鑑定所で、こちらで銀だよって証明された場所なんですよ。なんとここで場所が判明できるんですよ。この場所に対してマークをそれぞれ持ってるんですよ。今この画面にずらーっと並べてみました。さあ、ここに並んでいるマーク、一つ目は向かって左側、ロンドンのマークです。これレオパードが描かれてますね。実は昔1600年代後半から1700代前半の方はライオンのマークだったんですけれども、最近まではレオパードのマークに変わったので、これをが刻印してあったら、これはロンドンで刻印されたと思ってください。はい、次にですね、ヨークローズってね、ローズのこれ形が出てますね。これはですね、シェフィールドです。シェフィールド聞いたことありますか？シェフィールドですね。ただですね、これ昔1970年前まではですね、これは王冠のマークだったんですよ。だから王冠のマークがあった時はシェフィールドって考えても大丈夫です。次にですね、お城のマークが見えますね。これはエジンバラのマークです。はい、エジンバラ、お城のマークだなっていうふうに思ってください。次にダブリンがハープ、これ演奏するハープですね。そしてこれはですね、現在でもこの5つの、アセイオフィスは使われているんですけれども、もうなくなったところでチェスターとかグラスゴー、ニューカッスル、そしてエクスター、ヨーク、ノリッチなんていうのも昔ね、アセイオフィスとして使われていました。ただそれぞれ持っていますので、このマークを見ることによって、あ、ここのオフィスで鑑定されたんだって言って場所が分かるようになってるんです。はい、次行きましょう。次にですね、一番左を見てください。気になりますよね。アルファベットが書かれています。今回3文字のアルファベットが HD と書かれていますけれども、このアルファベット2文字か3文字が入っていることが多いんです。これメーカーマークと言います。どのメーカー、製造メーカーはどこかっていうのがわかるんです。このマークで。このマークはすごくたくさんあるんですよ、メーカーが。全部が全部載ってるわけじゃないんですけれども、本に。まあ、ここはメーカーマークだなと思ってください。これが判別できなくても今のところいいと思います。はい、今回はまあざっくりいきましょうね。はい、そしてここまで来たとき、あ、年代が知りたい。一番大事なとこですよね。何年で作られていたんだっていうとこ知りたいと思うんです。これが一番右のアルファベットで判別できるんですよ。今回だったら N のマークが入ってますね。そしてよく見てください。周りに四角っぽい枠が入ってます。この枠の形も大事なんです。この N の形と枠の形、そしてアルファベット、これ大文字になってます。実は小文字であったりする場合もあるんですけども、このアルファベットの組み合わせによって年代が分かるようになってるんです。じゃあどうやって分かればいいの？N 覚えなきゃいけないの？いや、覚える必要は全くないんです。この本から推測ができるんです。はい、こちらです。じゃじゃん。これはイングリッシュシルバーホールマークスっていう本です。ディーラーガイズって書いてありますけども、この本の中に大体のマークが全部こう書いてあるんですね。この本をめくればいいんです。まあ、この本が手に入らない方はですね、もう少し手に入りやすいのは、ジャクソンズホールマーク。この本も同じように鑑定ができます。ちょっとね、この今日はですね、こちらのイングリッシュシルバーホールマークスのこの小豆色の本を使って鑑定したいと思います。どういうふうにやるかというと、この中身をお見せしますね。中を開いた状態です。今、中をパッと開いてみました。
今大きく映ってますか？拡大しましょう。この中を見るとですね、一番上にバーミンガムという文字が見えますか？そしてここです。この怒りのマークが書いてあります。四角で囲まれてますよね。今回のこのスプーンのマークとそっくりですよね。そして大事な N のマークが現れました。はい、ここの部分です。 N の文字と周りのこの囲ったような文字、これそっくりですよね。はい、そうなんです。ここが年代判別の大事なところなんです。横の数字1962と書いてあります。これ1962年のものであるということが判別できたんです。こうやってですね、まずは簡単に順番を追ってもう一度説明しますと、まずは純銀の証であるスターリングシルバーであるライオンの横向きのマークを見つけましょう。見つけました。次にですね、この怒りのマークとか、あるいはですね、アセオフィスのロンドンだったらばレオパードであるとか、あるいはライオンであるローズ、バラであったり、お城であるを、そこでどのアセオフィスかを見つけて、ここでそのアセオフィスの場所に行きます。そして次にアルファベットを見て、あ、この形だなっていうのを見てですね、年代を判別していくんです。はい、この4つでほとんどが網羅できます。ここまでどうでしょうか？意外と簡単でしょ。ただですね、この他にもマークがあるんです。今これはですね、頭の隅にだけ入れておいてください。デューティーマークというのがあるんです。これですね、とある時代ですね、1784年からですね、1800年代後半までですね、財政が困難になった時に、この時にこのシルバーに税金をかけた時代があるんですよ。その時に、ジョージアン時代とかビクトリア時代にですね、王様の横顔をパチンってこう押したんですね。これが5つ目のマークですね。5個目のこれが押してあったら、その時代のマークだと判別できるんです。女王様のマークとか、ジョージ3世4世のマークが押してありますので、その年代鑑定に非常に役立つんです。ただこの時代のね、ジョージアン時代のシルバーは非常に貴重ですので、珍しいと思うんですけれども、このマークが入ってたらやったねって思うかもしれませんね。はい、こんな風なマークがあります。ざっくりですね、5つのマークを説明しましたけれども、まず大事なのはこの4つだけ押さえてくれればいいと思います。そしてですね、アンティークのシルバーの鑑定の時にとても大事なことがありまして、このマークがですね、摩耗して見えづらくなっている場合があります。ですからちょっとね、ライオンさんのマークがうっすらしてたり、手の位置も見づらい場合もありますから、こう総合的にメーカーができた時代とか、マークのちょっとした形とかですね、ライオンさんの形、そしてアルファベットの形から推測していくっていうことが必要になっていきます。ぜひシルバーのですね、鑑定挑戦してみてください。はい、では今日はですね、ざっくり初心者のためのシルバーの鑑定の方法をお伝えいたしました。次回もこちらのチャンネル、ぜひご覧になってくださいね。では失礼します。ノーアンティーク、ノーライフ。